先日、公募増資を実施したばかりの楽天について、解説をしたいと思います。楽天なんですけれども、先日約、3000億円弱のですね、公募増資を行いまして、第三者割当増資と公募増資、一般への公募増資をですね、ハイブリッドで行う方式でやっておりまして、一部をですね、サイバーエージェント及び三木谷社長のですね、会長兼 CEO ですかね、の、個人、関連会社ですね。そして、東急株式会社。この、主に3社にですね、割り当てをしたわけですけれども、こちらの方ですね、三木谷さんの関連会社で約300億円ぐらいですかね、増資を引き受けているということで、なかなかですね、希薄化が進んでおりまして、増資以前はですね、3分の1ぐらいを、三木谷さん及び三木谷さんの関連会社、親族で、持っていたんですけれども、どうやら今回、30%を切るぐらいまで、落ち込んでしまったということでですね、さて、支配権、要は、株主総会でですね、拒否権を発動できる、3分の1を割ったということでですね、今、苦境を迎えているですね、新規事業の楽天モバイル事業に関して、三木谷さんの、やってることを早くやめさせたいとかっていう株主も結構多いと思います。楽天モバイル以外の事業はですね、絶好調なわけですから、それに関して反旗を翻す株主が団結をして三木谷さんを、三木谷卸を始める、そういった可能性も今回の増資で出てきたと。ただもう背に腹は変えられぬということで、まずですね、償還期限を迎えるですね、社債の、返済にですね、このお金は使われますし、楽天モバイルへのですね、設備投資など運用資金、そういったものにですね、1700億円ぐらい使われるというふうに発表されてますが、本当に焼け石に水とは、このことでですね、まだ3%の普及率もいってない、これ10%ぐらいまでいかないと多分ちゃんと黒字にならないと思いますけれども、ここまで持つのかどうかというところが鍵になってきております。そこでですね、三木谷さんにね、ご提案といいますか、そろそろね、アマゾンなんかに売っちゃったらどうだろうと。買い手としてですね、さすがにね、中国の、企業とかがですね、買うってなるとですね、通信キャリアを中国の会社に渡すのかということで、そんなことは多分到底認められないと思いますので、外為法だったりとか、電波法だったりとか、そういったところの規制が多分かかってくると思いますけれども、アメリカの企業だったら、ギリ大丈夫なんじゃないかということで、アマゾンですね、先日、大きな発表しております。今ですね、アメリカの通信キャリアたちとですね、交渉中とのことなんですけれども、本当に格安のですね、MVNO 的な、通信サービス、モバイル、スマホ込みのですね、アマプラとか、そういったものもついてるサービスを準備中ということで、先日、お話というか、プレスリリース的なものが流れておりましたけれども、アメリカではそういったこと準備中らしいんですね。で、アマゾンというと皆さん本当に世界中に進出している会社というふうに、誤解されている方多いと思いますけれども、アマゾンはですね、主要5カ国で、売上の90%以上売り上げているというですね、なんと、そんなに世界中に出ている会社ではないんですね。そのうちの売上5%日本から得ているということで、日本はですね、結構、重要な国なんですね。で、最近、アメリカで、アマゾンプライムですね、伸びが、鈍化しているということで、通信サービスと抱き合わせることによって、スマホごとですね、アマプラに入ってもらうと。そういったサービスを企画しているということが、リークされたのかな、出てきたということで、これ、日本でやる場合にですね、一番いいのは何かって、楽天モバイルを買収することなんじゃないでしょうか。ということで、楽天モバイル、アマゾンが買収したとなればですね、巨額の資金を投入されて、他のですね、キャリアと遜色のない、ね、基地局数立てられると思いますし、プラチナバンドに関してもですね、外圧をかけてですね、電波帯域を開放させるとか、そういったことも、できるようになるのかなと。そしてですね、何よりですね、三木谷さん、単独でですね、ファイナンスもしなくていいということで、もうそろそろですね、
まあ、還暦ですか、なのでそろそろね、引退も考えたら楽になるんじゃないかなと、そのままですね、三木谷さんが社長やってもいいんじゃないかなと、日本の社長ですね。まあ、引退してもいいし、ZOZO の前澤さんみたいにですね、引退されても綺麗に引退するのも、まあ、一興じゃないのかなと。あるいは、まあ、楽天メディカルとかですね、そういった、これから伸ばしたい事業というか、ライフワークにしたい事業、こういったものに、シフトするのもいいのかなと。やっぱね、楽天モバイル始まったからにはですね、総務省への建前もありですね、なかなか手前もあり、なかなか撤退することは難しいでしょうと。ということでですね、アマゾンに、バイアウトして、アマテンになると。なんかそんなね、記事も、どっかの、なんかウェブメディアで出てましたけれども、そんなシナリオも考えてもいいのかなと思いました。ということで、今日はまた、大人気楽天シリーズ解説させていただきました。これね、僕もびっくりしたんですけど、なんか課金ユーザーの伸びが、加速なんていう風にありましたけど、これね、ぜひ楽天の決算発表資料、見てほしいんですけど、まあ、ほとんど増えてないんですけど、なんかすっげえ増えてるように誤解するようなグラフがあったりとかして、まあこれはちょっとなんか、グラフちょっとおかしすぎだろうみたいな話がありましたけど、結構決算発表資料を見ると、こういう感じのグラフが結構対応されてます。なので、まあ相当やっぱりその MNO、契約数を伸ばすことにですね、すごく、まあ、苦心しているところが見て取れるかなというふうに思います。で、やっぱ気になるのはキャッシュポジションで、その銀行業とか、証券業とかクレジットに関わる金融事業のやつをザクッと取ってしまうとですね、まあ、その楽天の今のその自由に使える現金同等物、で300億とか400億とかその辺をこう行ったり来たりみたいな感じなんですね。でこれはどういうことかっていうと、まあモバイル事業今でもですね、今期も2023年度で、3000億ぐらい赤字が出るっていうふうに言われていて、次年度以降、まあこれが2000億になり1500億になりっていうことで、キャッシュが出ていく幅がですね、どんどん下がっていくとは言われているものの、まだ基地局の投資も進めなければいけないような状況でですね、かなりキャッシュポジションが厳しい状況はずっと続くと思います。そのモバイル事業がこれから垂れ流す赤字を吸収できるかというと、なかなか微妙であると。ということで今後どういう動きになるかっていうと、もっと米ドル建ての、社債をまた借り換えで、どんどん金利を上げて増やしていくとか、あるいは、そうですね、個人向けの社債の利率を上げて、まあ、さらに借り換えをしていくとか、まあ、そういうこう綱渡りの資金繰りが今後も続きそうな勢いです。で、まあ、楽天シンフォニーという会社がそのいわゆるクラウド基地局といって、基地局に全てのこう認証だったりとか、そういったハードウェアの中にですね、そういったものをたくさん入れていたのがこれまでのモバイルの基地局の運用の仕方だったんですけれども、そうではなくクラウド基地局といって、クラウドで全部ですね、そういったユーザー認証とかそういったものをですね、完結させるようなシステムを、まあ、楽天シンフォニーっていう楽天の子会社が開発して、これによりネットワーク運用コストが下がるというふうに言ってるんですが、これは逆を返すとですね、すべての全国にある基地局がですね、そのデータセンターにですね、こうアクセスをこうオーセンティケーションとかのアクセスを、まあ、集中させることにもつながりかねずですね、そんなにネットワーク運用費用が下がるのかっていうのはですね、未だに疑問というふうにされていて、まあ、実際に契約件数増えてもですね、そのバックボーンのですね、コストが結構かさんで、ね、楽天によればですね、アープといって月額のですね、まあそのお客さんが、まあ、お支払いするですね、お金がですね、かなり高いところの目標なんですが、まあ、現状はそこに全く到達していないと。で、まあ、これも堂々と決算発表資料に書いてあったんですけれども、楽天は2980円で、使いたい放題、ギガ使いたい放題みたいなサービスが売りになっていて、それで、自宅の光回線を解約して、楽天モバイルの電波が入るところは、
自宅でですねネットゲームとか動画見放題みたいな感じで、ほんと300ギガとか500ギガとか下手すると1テラ使ってるユーザーもいるみたいなんですけど、まあそういうユーザーさんが、結構楽天のユーザーの多くを占めていて、データ使用量が他社の倍ありますみたいなのをなんか割とこう自慢するグラフみたいになってたんだけど、まあこれも結局バックボーンのですねコストみたいなところに結構響いてくると思うんで、まあその辺がですねどうなるのか、そういうところも含めてですね、楽天の動き今後も注視していかないとですねいけないのかなと思います。あとねこれ重要なこと忘れてた、楽天の使い放題電話って普通の電話使えないのよ。あの電話のアプリあるじゃん、あれで電話ってやっても楽天は使いたい放題じゃない。楽天リンクっていうあのアプリを入れないと使えない、それがくっそめんどくさいの。だから楽天リンクじゃないと使えないし、あのその使えないってのはそのあ無制限なのかな、なんかあのかけ放題みたいな多分あるんですけど、そうやって楽天リンクを使わなきゃいけないんですよ。だそれがクソめんどくさいんですね。あのホリエモバイルは5分までかけ放題なんですよ。で1回5分までなんだよね確か。だからホリエモバイルの方が絶対お得だから、ホリエモバイル .jp で行ってらっしゃい。